まあ、大学の同級生でコンビ組んでるんですけど、そうですね、うん、出会ったのがもう5年前ぐらいになりますかね。いやー、いろいろありましたね。ありました。泣いたり、うん、怒ったり、うん、喧嘩したり、嫌なことばっか覚えてるけど、うん、まあでもね、出会った頃と比べてよ、君ちょっと太ったよね。ありがとう。褒めてないの。いや、太ったからもっと健康に気使って痩せた方がいいんじゃない。順平、え、僕は、うん、ビジネスデブなんだよ。は？ビジネスデブ。発音気にしてないよ。何ビジネスデブって。だから仕事のためにわざと太ってんの、お相撲さんが太ってんのと一緒。そうなの。そうでごわす。バカにしてんだろお相撲さんを。なんだお前。たくさん食べる方法とかも研究してんだよ。ほんとかよ。おすすめはね、映画を見ながら食べるね。あー、なんかちょっと食事集中できなそうだけどね。一番食べれるのは、うん、ホタルの墓。性格悪くないお前。僕は食べれるのにな。そんなためにジムに作ってねえから尻尾に謝れ。美味しいじゃねえんだよ。頭いかれてんの。こうやってね、僕は太る努力をしてるんだよね。いや、そんな努力が嫌なら全然痩せてもらって構わないから。君が痩せたところでね、僕はあの、僕らのコンビに何の問題もないですよね。ジュンペ、今個性の時代なんだよ。こうして僕がデブキャラやってるおかげで、もし売れた時に、アイちゃん、あのデブメガネってなるんだよ。いいのかその覚えられ方で。悪口じゃねえか、デブメガネ。いや、こうして僕が太ってることでジュンペはすげえ楽ができてんだよ。純平は僕が太ってるってお客さんが分かるための比較対象なの。まあ今日のお客さんは僕がもう太ってるって分かったと思うんで、客席に行っていいよ。お疲れ様でした。疲れじゃねえよ。今俺の心の方がいてよ。今そんな風に思ってたのかな。あ、いや、言っとくけどな、お前そこまで太ってないからな。お前デブキャラっていうのもうみんなね、100キロとか余裕で超えてんだよ。今お前何キロあんだよ。8万6000グラム。86キロな。なんか重ねごまかす小ざかしいんだよ、そういうこと。ところがな、86キロって言ったらまだまだ全然ぽっちゃりじゃねえかよ。ぽっちゃり一番いっちゃいけないだろ。ぽっちゃりだろお前。ぽっちゃり頑張って死に向かってぽっちゃり。ふざけただからぽっちゃりっつってんだよ。ぽっちゃりだろお前。ぽっちゃりやめろっつってんだろ。手の出し方ちょっとデブキャラっぽくすんなお前。それで無理やりつけようとしてんだろ。手出してないよ。手出しただろうがよ。豚足です。言い訳ひどすぎんだよお前。それもデブキャラに思われたいのかしんねえけど、太ってればみんな認めてくれっから、そんな無理やりつけなくていいんだよデブキャラってのは。あー、お腹すいた。これ食べていい。デブキャラでもねえだろそれ。もうよ、なんで手すくうキャラって誰が応援すんだよそのやつ。どこに人数があんだよ。おいお前なんかもうデブキャラやりたいならもっといっぱい食べて太って努力しろ本当に。そうか、じゃあさ、もっと太るために今度焼肉おごってよ、うん、あー、ちょっと今月は厳しい。どうもありがとうございました。